金樹人は中華民国の新疆の政治家。字は徳安。1879年に甘粛省蘭州府が州近閣千葉市で生まれた。1914年に新疆に赴任し、洋蔵新政権にて地方長官を歴任。1926年には政務長長に就任した。1928年に洋蔵新が 呂下の反洋難に暗殺されると、反洋難を逮捕し、新教省の実権を掌握。同年11月17日に、国民政府から正式に、新教省政府主席に任命された。金樹人の5年間の新教統治は腐敗と圧政に、特徴を付けられ、洋造進体制下で注意深く抑制されていた、民族、宗教間の紛争が、一気に紛失した。金は、 肝心管理を徴用する一方、土地区制の導入や滅化巡礼の禁止により、ムスリム住民の反感を買っただけでなく、新潮時代以来、ハミで自治権を与えられていたムスリムの軍王化を廃止するなど、現地民エリートからも反発を招いた。ハミのカイド流問題に反発したハミのムスリム住民は、法者ニヤズを中心に1931年に反乱を起こし、 韓縮省の軍閥指導者であった海賊のバチュエに支援を要請した。バチュエの介入に触発されて、トルファンやホータンでもムスリムによる反乱が発生した。反乱の最中、1933年4月12日に、小政府参加の白系ロシア人部隊と、肝心管理によるクーデターが発生し、教育庁長,長の劉分劉を小政府臨時主席に据えた。 失脚した金主人は軍事力による権力奪還を図ったが森世イの反乱によりタルバガ隊に撤退しソ連への亡命を余儀なくされたその後シベリア経由で南京に戻ったが国民党政府で活動していたアルプテキンらに告発され入国1935年に釈放されて故郷監縮省の蘭州に居住したありがとうございます